はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個にコカ・コーラを混ぜて飲んでみました。相性はいいですね。やっぱりコーラとかみたいな、まあコーラのようなですね、甘くて炭酸のジュースっていうのは生卵と相性抜群でございまして、生臭い生卵でもスラスラと飲んでいくことができます。まあ、よくこのコーラとコカ・コーラゼロがまあで、その、まあ、コーラゼロは嫌だと。普通のそのコカ・コーラがいいっていう人もいますよね。ただ、まあ、僕の中ではですね、普通のこのコーラの方が、こう、ちょっと、こう、なんていうか、ベトベトしている感じがして、コーラゼロの方が、スッキリして飲みやすいかなっていう感じがします。じゃあ、なんでお前そんな太ってんだよって話なんですけれども、まあ、そこはちょっと勘弁していただきたいんですが、さ、普通のコーラゼロと、このコーラって、正直ほとんど差はないと思うんですよ。匂いであれ味であれ。むしろコーラゼロの方がスッキリしてますよね。だったらほとんどの人はコーラゼロを買うはずなのに、未だにこのコーラが普通のコーラが残ってるっていうのはどういう意味があるんでしょうね。やっぱりわかる人にわかるんでしょうね。まあ僕もね、今日久しぶりにこの砂糖入りのというか、カロリーオフじゃないコーラをいただきましたが、やっぱり美味しいですね。やっぱ長年ね、残ってきたジュースっていうのは、何かしら意味がありますよ。その、まあ、歴史の古いにかけられて現代も残ってるわけですから、やっぱり美味しいです。なので皆さんもコカ・コーラ、どこかでお買い求めください。まあ、どこにでも売ってますからね。まあ、コカ・コーラといえばですね、コカ・コーラを開発した薬剤師さんって、がおられるんですけども、その人はですね、その作っても結局すぐ死んじゃって、自分はそのコカ・コーラをこんなにたくさん売れるようになったのに、その経済的利益を全くその享受することなくですね、亡くなってしまった方がいるんですよ。コカ・コーラを作った人で検索してもらえればでも出てくると思いますが、まあなんていうかね、人生っていうのは修行無常ですね。まあでもまあ今頃ね、天国でね、まあ俺が作ったコカ・コーラが世界中の人に飲まれてて、結構、まあ、嬉しく見てるのかもしれないですね。まあ、ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。